元気してる、マスター？あ、お腹の調子の話だぜ。チョコ食べ過ぎで胃もたれしてないかなってさ。ほらこれ、紅茶の入ったポット、モルガンとのティータイムの帰りなんだわ。濃いめだから合わなかったらお湯で割って。あとレモンとミルクも一応ね。お礼を言われるほどのことじゃないけどね。これくらい友達なら普通だろ。とはいえバレンタインはいいイベントだ。普段は奥手の子も勇気を出せる日だし。お酒部、リップ、サンソン、プロテア、イゾウ、セイヒツ、キャプテン、エレシュキガルとかたくさんいるんだわ。英霊なのに困ったやつらだよな。この中からもうチョコもらってる？っていうか、マスター、チョコは何個もらえたのさ？1個？ 10 個？それとも0個？なんだと？こんな悲しい話があるなんて、かける言葉が見つからないんだわ。でも安心していいぜ、マスター。本命はこれから来るんだから。ま、リサーチはこれくらいでいいか。状況は分かったよ。カルデアのバレンタイン、なんか変な時空に飛ばされて帰ってこられないなんてバッドエンドもあるって聞いていたけど、その心配はなさそうだね。邪魔しちゃ悪いし、僕はここで退散退散。じゃあね、いい一日を、マスター。おお、チョコ作りはちょっとね、専門外なんだわ。あと僕からもらっても嬉しくないだろう。そう？本当に？そっか、恥ずかしがらずに一緒に作ればよかったかな。でもプレゼントはあるよ。そのあたり、抜かりのないハベニャンなのさ。カルデアの制服、いろいろあるけど帽子付きのやつってないじゃん。だからこれ。はい、こう見えて防御力抜群で暖かいんだ。ハッピーエンドを呼ぶお守り代わりにして、全部が終わるまで君に傷がつかないように。僕はこんなだからバレンタインには無縁だけど、妖精だからね、好きな人には祝福をかけるんだよ。うん、大切にして。僕はもちろん、その帽子もきっと喜ぶよ。よし、これにて今日のお仕事完了。 100% やることやったぜ。ミス・クレーンに自慢しに行こうっと。ハベニャン大勝利。それじゃあまたね、マスター。今度お揃いの帽子で遊びに行こう。まあねー。あと、やじ馬根性ってやつ、愛情過多に苦しむマスターの姿を見に来たんだわ。多すぎず少なすぎず？本当はもっともらってそうだけどな。優等生な切り返し、やるじゃん。歴戦の勇者は違うって感じなんだわ。マジか、堂々と言っちゃうんだ。浮気症とか気が多いとか、そういう誹謗中傷を気にしないメンタルなんだわ。ま、でもそれだけ多くのサーヴァントと視線をくぐり抜けたってことだしね。バレンタインは思い出作りでもあるんだし、楽しい記憶は多ければ多いほどいいよ。だろう？可愛いよな。
この形